新型コロナが5類に移行して初めてとなる年末年始は、帰省や旅行などで移動する人も多いのではないでしょうか。公共交通機関の混雑状況などをまとめました。鹿児島中央駅の改札口です。帰省客ら多くの人で混雑していました。 JR や航空各社によりますと、新型コロナが5類に移行後初めての年末年始で、全体の予約状況は前の年を上回っているということです。九州新幹線の指定席の予約状況は、下りは明日がピーク、上りは来年1月3日がピークとなっています。また大晦日の12月31日には、鹿児島本線の鹿児島中央移住員間が橋の架け替え作業のため午後7時以降上下線ともに運転を見合わせるということで、お出かけの際はご注意ください。続いて空の便です。下りが明日あさって、上りは1月3日がピークとなる見込みで、すでに満席となっている便もあります。また高速道路は、下りは明日あさって、上りは1月2日から3日にかけて混雑しそうです。ネクスコ西日本によりますと、県内の高速道路での渋滞は予想されていませんが、九州自動車道では福岡県の区間を中心に、上りは明日とあさって、下りは1月2日と3日に渋滞が予想されるということです。